エルンスト・フェットーリは、オーストリア、チロル州、ハルインチロル出身の元スキージャンプ選手。1980年代から90年代前半にかけて活躍した。フェットーリは、ノルディックスキー世界選手権で、通算5個のメダルを獲得した。その内訳は、金メダル1個、銀メダル1個、銅メダル3個である。オリンピックには、通算3度出場し、 1992年、アルベールビルオリンピックで、金メダル1、銀メダル1を獲得した。またノルディックスキージュニア世界選手権では、1981年に、個人銀メダル、1982年地元オーストリア、ムーラー大会で、個人金メダルを獲得した。スキージャンプワールドカップには、1981年のスキージャンプ週間で、デビュー、以後通算15勝を記録した。 三度総合2位になったが、総合優勝にはついに届かなかった。総合優勝を果たしていない選手の中で、総合2位が三度は、単独最多である。ジャンプ週間では1985から1986シーズンと1986から1987シーズンの2年連続で総合優勝を果たしている。 ホルメンコーレンスキー大会で1986年と1991年の2回優勝し、1991年にはホルメンコーレンメダルを獲得した。1994年限りで現役引退、1995年から1999年までスポーツ TV 局ユーロスポーツの解説者を務め、現在はオーストリアスキー連盟の宣伝広告責任者である。 ありがとうございます。